アメリカの皆さん、こんにちは。ハロー。ロゼリアボーカル、港ゆきな役の相葉愛菜です。氷川さよ役の工藤遥香です。ベース今井梨沙役、中島由紀です。ドラム宇田川亜子役、桜川めぐです。キーボード白金凛子役の須崎香音です。はい、2021年バンドリエピソードオブロゼリア1約束が公開されます。イエーイ。ロゼリアの結成からフューチャーワールドフェスへ挑むまでの物語ということでですね、どんなお話になってるんでしょうか。楽しみですね、うんうん、はい。アニメシリーズでは見られなかったロゼリアが苦悩する姿や、もちろんかっこいいライブシーンなども劇場版ではいっぱい楽しめます、うん、私たちはですね、そうですね、やっぱりこうアフレコをするにあたって、うん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 、なんだろう、なんかやっぱ、うん、何、ちょっと懐かしかったね。懐かしかった。今はね、うん、ちょっとなんだろう、ワイワイ優しい、そうね、まあまあまあ、みんなでファミレス行ったりとか、うんうん、なんかいろんなプール行ったりとかしてきましたけども、うんうんはい、そうね、そうなる前、ね、前からね、そうさ、ちょっと距離感があったりとかね、するかもしれない。そんなことがあったりしたアフレコの現場でしたね。はい、魅力あふれる映画劇場版バンドリエピソードオブロゼリア1約束の応援を皆様よろしくお願いいたします。